皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。 NHK スペシャル証言ドキュメント沖縄返還史の番組の内容を簡単に解説していきたいと思います。はっきり一言で言いますと、まあ焦点の絞れてないダラダラとした内容でいまいちだったかなというところです。もうちょっと整理してちゃんと国語論点でどういうふうに時系列でビシッとやってくれればよかったのに、結構時系列があちこち行ったりですね、論点があちこち行ったりしてしまって非常に見にくい番組。沖縄の、本土復帰のドキュメントとして NHK スペシャル次の週にやったですね、沖縄の、ジャーニーオブソウルですかね、沖縄音楽がなぜ日本の本土でヒットしているのか、こちらはめちゃめちゃ素晴らしい番組だったんですけど、こっちの変換しかちょっといまいちだったかなということなんですけれども、簡単に番組の内容を解説していきたいと思います。まあ、1972年5月15日に、アメリカ米軍基地が残るも沖縄が返還されるということが行われたということなんですけれども、まあ、この沖縄返還に道筋をつけたのが佐藤栄作首相ということで、1964年に、まあ、首相になりですね、沖縄返還を政権公約にしたと。でところがですね、まあ、この当時ではそんなの無理に決まってると、敗戦国の日本が戦勝国のアメリカから領土を取り戻すなんてできるわけがないというふうな、雰囲気だったにもかかわらず、時間をかけてですね、返還をしたということは、これは大きなことなんじゃないかなと思います。この辺はね、時系列を持ってもうちょっと整理してやってくれれば非常に分かりやすかったのかなと思います。で、まあ、ただこの返還交渉についてですね、まあ、いくつかの論点がありまして、まあ、論点としては3つですね。核を核抜きか否かということで、沖縄に配備されている核兵器を撤去するのかしないのか、佐藤栄作首相としてはとにかく核抜きだ、核はなしだと言ってるけれども、アメリカとしては核を配備しておかないと、まあ、ソ連や中国という脅威のある国があるから困るというところがあったと。それから事前協議のありなしかということで、この事前協議、まあ、本土並みという言い方をしてますけれども、要はですね、アメリカが戦闘行為を沖縄の基地から行う際に日本と協議して、日本がいやそれダメですって言ったらアメリカ軍は出撃できないと、日本がいいですって言ったらいいというその事前協議をありかなしかと。これはアメリカにとっては事前協議があるとですね、日本に判断、日本も判断に入ってきてしまうので、これは困るというところでも、でもその佐藤栄作首相としては、事前協議ありだということで、交渉の条件にしたと、まあ、そこでのアメリカ軍とのアメリカとの駆け引きがあったと。それから基地は撤去か存続かということで、これはですね、佐藤首相に関しては基地はまあ残す方向でということで、まあ、ここが一番多分アメリカと歩み寄れた点なんじゃないかなと。一方で沖縄の政治家たちはですね、とにかく全面基地も全面返還、基地は全部撤去だということで、沖縄の政治家はご利用しをしてたんですけれども、まあ、ここをうまく、まあ、妥協したという言い方は変ですけれども、沖縄の基地は米軍基地はその存続すると言ったことがですね、本土復帰に道筋をつけた、まあ、一つの論点のところだったのかなというふうには思います。で、まあ、1969年、交渉をスタートさせて 4,5 年経った後にですね、佐藤栄作首相がこだわる核抜き本土並みで返還を合意したということで、これすごいことだと思うんですよね。敗戦国にもかかわらず戦勝国から、自分たちの条件で、返還を合意させるっていうのはこれ素晴らしいことだと思うんですけれども、ただこの裏にはですね、まあ、いろいろな仕掛けがありまして、核は、ね、沖縄から撤去するけれども密約として緊急時は核をもう一回持ち込んでもいいですよという密約を結んだと。まあ、これは返還させる建前上、建前としては核は撤去しましたっていうけれども、何かあったら持ち込みをさせるというのは密約するというのは、まあ、これは安全保障上の観点からはやむを得なかったのかなというところですね。それから本土並み、これも実現すると。
事前協議、日本と事前協議をして、アメリカ軍がね、こう攻撃をするかしないかみたいなことを決めるという事前協議ありも飲ませたんですけれども、これもですね、まあ、やっぱり朝鮮有事と台湾有事の際には、日本は限りなくもうイエスというような、まあ、暗黙の了解みたいなものを条件としてつけた、ということで、まあ、これもですね、いや、事前協議なんて日本にする必要ないじゃないですかと、押し切られてもいいものを、建前上、事前協議あり本土並みにした、まあ、限りなくイエスと言いなさいよというところの条件をつけたものも、これは日本側の外交交渉の賜物なんじゃないかなということで、この2つを実現したというのは、まあ、建前上であってもですね、すごいことなんじゃないかなと思います。まあ、これ、今ね、またちょっと日本の国際情勢変わってきますけれども、当時は冷戦バチバチでしたからね。ソ連と中国が、まあ、共産主義で、もう冷戦でアメリカと、ね、アメリカ、日本、ソ連、中国がバチバチに対立してた時代ですから、これ別にアメリカにとって沖縄の米軍基地が第一というだけではなくて、日本にとっても、これ非常に重要と。もしアメリカが、ね、その米軍基地を沖縄から撤去されたら、ソ連や中国に攻め込まれてしまうというのは、今よりもはるかに緊張感があった時代ですから、何もアメリカの、ね、基地が残ることっていうのは、まあ、日本にとっても決して悪いことではなかったのかなと。まあ、とはいえですね、一方、沖縄に住んでいる人たちからすれば、米軍基地のアメリカ兵がもう犯罪をしまくって、それが、犯罪をしているにもかかわらず、罰せられないという、まあ、そういう問題が大きかったので、やっぱり心情的に基地撤去みたいな話はあったんですけれども、やっぱりまあ経済的な面とか、まあ、安全保障上の面から、まあ、基地が残ることはやむを得なかったのかなというところではあります。で、まあ、問題となったこの米軍基地ですけれども、134のうち34は返還するも縮小はほとんどされないということで、まあ、他の基地は米軍も自由に使えると。まあ、これは沖縄では一部の人からものすごい反対があったものの、でもこの条件を飲むことによって、一応建前上、核抜きと本土並みで返還をする、日本に戻れるというのは、これは大きな一歩だったんじゃないかなと思うので、これはまあ沖縄の人たちがその当時、議論をしている、街中で議論をしている要素がありましたけれども、要は米軍基地も撤去しろにこだわって日本に復帰できなくなるよりは、とりあえず日本に復帰して、それから縮小とかをやればいいんじゃないかっていう考え方は現実的なんじゃないかなというふうに思います。というわけで、この1972年5月15日に、米軍基地は残るも、沖縄が日本に返還されるという、まあ、これは本当に素晴らしい偉業、まあ、今の日本では考えられないことだと思うんですけれども、その当時の日本というのはすごい、ね、その外交交渉力があったのかなという感じではあります。ただですね、この NHK スペシャルの、もう本当にこの沖縄返還史の片手落ちな点は、アメリカがなぜ沖縄返還カードを切ったのかというのがわからないんですよね。だってアメリカ別にこの敗戦国の日本の言うことを聞く必要はないわけじゃないですか。で、何も核抜きとかね、本土並みの条件を飲む必要も全くなく、いや、そんなんだったら返さねえよって言える立場なのにもかかわらず、なぜアメリカは沖縄返還というカードを切ったのか、そこも掘り下げてほしかったな。例えば、基地さえ残せば、ね、沖縄を統治するのが大変でコストがかかるからなのか、それとも、沖縄を返還させるというカードを切ることによって、他に、様々な、有利な条件を取り付けたとか、その辺がね、はっきりしないんですよ。そこはね、NHK スペシャルちょっとお片手落ちだったかなというところです。番組の内容をまとめるとこんな形で、要は3点と論点ですね。核を抜くか抜かないか、事前協議あるかなしか、そして米軍基地を残すか残さないか、この3点について、ポイントを、まあ、交渉しながら、核抜きと本土並みを条件付きで、OK させて、返還させたけれども、アメリカ軍の基地は残りましたっていうところなんですけれども、番組を見ると、この3つの論点をちゃんと整理してやらずに、
あちこち飛ぶんですよ。だからね、非常に見にくい番組です。まとめるとこんな感じということで、なのでわざわざ見る必要はないと思うんですけれども、もうちょっと NHK スペシャル、もうちょっと整理して、番組を作っていただければなと。その点ですね、次の週にあった NHK スペシャルの沖縄音楽がなぜブレイクしたのかと、そこを、米軍との関係とかですね、その本土との格差というものをヒストリーにして、内容を構築した NHK スペシャル、本当素晴らしかったんですね。なので、そっちはね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思いますけれども、日本にいる、もう1972年ですから、もう50年も前ということですけれども、50年も前なのか、わずか50年しか経っていないのか、沖縄はかつてアメリカだった、そして今もなおアメリカの基地は残っていて、基地問題というのも様々な問題は残っている。とはいえ、中国やロシアという、中国、ロシア、北朝鮮という、とんでもない、横暴国家がある中で、沖縄の米軍基地という重要性は実は高まっているという中で、沖縄本土復帰を振り返るというのは非常に重要な話だったんじゃないかなと。一方ではやっぱりこういう、政治的信念を持って困難だと言われた沖縄返還を実現したというのは、素晴らしい首相だったのかなというふうに思います。